虫太郎の折り紙チャンネルへようこそ。はい、まず折り紙を三角形に折ってください。開いて、潰して、開いて、ここの面を中心線に合わせて、折ったらしっかり爪で線を入れる。で、一旦、ちょっとぐちゃぐちゃですが、合わせて折っていきます。はい、頭、前足、中足、後ろ足、お腹。ちょっとずつ回しながら、中足から後ろ足にかけての髪を上に。こう持ちながらぐいっとひっくり返します。同じところで合わせるようにしてください。はい、これで前足ですね。先の方の真ん中あたりに、これで後ろ足の完成です。このまま強引に開くとここが切れてしまうので、首の下の処理ですね、この状態でここの部分が少し邪魔な気がするので、何にもない真っ平らなんですが、ここに爪で線を入れて、こちらで完成。